こんにちは、はるかです。ここは日本語を勉強している人のためのポッドキャストです。いろいろな話を日本語で話していきます。もしよかったら聞いてみてください。こんにちは、皆さんお元気ですか？はい、今日もね、またちょっとポッドキャストをアップしました。イエーイはい、今日は私はもうレッスンが今日終わったので、これからちょっとポッドキャストをアップして、あ、もうアップしてるのか、この時は、うん、で、高校の友達に会います。ご飯に行きます。はい。で、私は高校も東京だったので、高校の友達もほとんどみんな東京にいるので、まあそんなに久しぶりじゃないんですけど、まあね、まあコロナになってから会ってないので楽しみですね。はい。なんで会うってなったんだっけ、ちょっと忘れましたけど。で、そういえばその中の一人の友達がすごい仲良かったんですけど、その高校の時から。で、もう10年前か。10年前ですね、高校生の時。怖っ、10年前。10年前、怖っ。2年前ぐらいの感じなんですけど、高校卒業したの。で、その時に、私高校卒業した時に、その友達に私お手紙をあげたみたいなんですよ。もう覚えてないんですけど、その時の手紙をの写真、その手紙の写真が送られてきてめっちゃ私可愛かったですね、その手紙。すごい汚い字で、もう汚い字で、なんか、これからもずっと友達だよみたいなことを書いてて。めちゃくちゃ可愛い手紙なんですけど、すごい恥ずかしくて、その友達とめっちゃ笑いましたね。はい。で、まぁ、今日は前にもリクエストをいただいていたんですけど、日本の学校について、お願いしますっていうリクエストをもらっていたので、今日はまあ日本の高校について簡単にお話しします。はい。で、私がいた学校がすごく変な学校だったんですよ。なんかね、すごい勉強が一番みたいな、もう先生たちも勉強しろみたいな、勉強最高みたいな学校だったので、私は1ミリも面白くなかったんですけど、まあ、普通の学校のねシステムをちょっとお話ししますね。で、まあ、日本の高校生は、まあ、16歳、17歳、18歳のこの3年間ですね。3年間です。で、まあ、ほとんどの人が高校に行きますね。うん。で、その、大体、日本の学校は、4月スタートです。4月スタートの3月卒業です。はい。で、この3年なんですけど、この1年は、3つのタームに分かれています。1学期、2学期、3学期。で、1学期は、まあ、入学というか、春から夏休みまで。2学期は夏休み終わって、クリスマスぐらいまでですね。はい。なので、まあ、年末ですね。年末まで。はい。で、3学期は、新年、明けましておめでとうが終わってから、卒業までが3学期です。うん。で、まあ、1学期、2学期、3学期に必ず、まあ、テストがあるんですよ。試験がね。そう。
大変だったね、試験勉強。まあ、ほとんどなんでも、1年に、1学期は1回、期末テストがあります。期末っていうのは、その、1学期の最後にあるテストです。期末テスト。で、2学期がちょっと長いので、2学期は中間テスト。真ん中のテストですね。中間テストがあって、期末テストがまたあります。はい。で、3学期は、もう最後なので、学年末テストっていうのがあります。学年末テスト。はい。で、学年末はもうこの1年で勉強したものが全部出るみたいな、意味わかんない難しいテストです。はい。で、もうこんなにいっぱいテストあるから、もう本当にずっと勉強 しなきゃいけないんですけど、まあ、イベントがね、まあありまして、学校には。高校生活のイベントは、まあ、だいたい1年に2回ですね。一つ目は、だいたい秋。まあ、前のエピソードでお話しした、スポーツの秋。なので、秋に運動会をやります。運動会。運動会は、まあ、スポーツフェスティバルですね。運動会。運動会は全員やります。で、お父さんお母さんとかが、こう、見に来て。で、なんかまあ、走ったり、なんかバスケットボールしたり、なんかいろいろやります。いろんなスポーツみたいなのをやります。そうそう。1年生も、2年生も、3年生も、全員、これを綺麗に半分にして、白組と赤組。赤チーム、白チームですね。に分けるんですよ。で、赤がポイントが高いとか、白がポイントが高いで、どっちが勝つっていうのを決める。これが、運動会です。はい。そう。これは本当に楽しいですね。なんか、まあ、秋だと、まあ結構その、入学してからも時間が経ってるし、そう。だから、もうクラスメイトのことも知ってるし、やっぱりなんか、何々くんかっこいいみたいな話とかして、何々くんスポーツ上手みたいなね、とかして、まあ、なんか、青春ですよね。うん。そうそうそう。っていう感じです。楽しいですね。でもなんか、私の学校は、なんか、すごい変なところになんか、かっこつけて、その運動会って言えばいいのに、なぜかなんかスポーツフェスティバルってなんか英語でなんか言ってて、なんで英語なのみたいな、運動会でよくねみたいなことをみんなよく言ってました。そう。で、しかもスポーツフェスティバルって長いから、私たちはスポフェスって呼んでましたね。スポフェス、うん、ダサい、スポフェス。そうそうそう、私たちの学校だけスポフェスでした。うん、まあ、やることは一緒ですね。なんで運動会じゃなかったのか、よくわからないんですけど。はい。で、あともう一つイベントは、これは、まあ結構、質問されること多いんですけど、文化祭、スクールフェスティバルですね。文化祭とか、学園祭って言ったりするんですけど、まあこれはいつやるんだろう。まあ学校によって違うかな。まあ、春？夏？わかんないんですけど、まあ、これは、まあ、学校で、みんなでお祭りをやって、まあ、お父さんお母さんを呼んだり、友達を呼んだり、あとは、その近くに住んでる人を呼ぶお祭りです。イベントです。そう。なので、ダンスとかをやったり、歌をやったり、あと、ショーとか、ステージとか、いろいろやります。はい。で、カフェを作ったりするところもあるし、なんか本当にいろいろ面白いです。うん。まあ、これも青春の一つですね。そうそうそう。みんなでなんか夜遅くまで、その自分たちで全部いろいろ作って、準備して、なんか服とかもなんかユニフォームみんなで作って、みたいな。して、なんか本当青春って感じですね。よく、なんだろう、漫画とかアニメとかドラマとかにも出てくると思うんですけど、はい。これは面白いですよね。うん。文化祭って言います。
で、また私の学校では、この文化祭があったんですけど、全然面白くなくて。なぜか私はプレゼンテーションをやりました。プレゼン。学校で。そう。みんなプレゼンをしました。そう。だから私には、そんななんか青春の思い出がないんですよ。高校の時。そう。かわいそう。私、かわいそうですよね。そう。何のプレゼンテーションしたんだろう。覚えてないな。なんか歴史のプレゼンテーションを友達とした気がします。はい。まあ、そういう学校もあります。で、日本の高校にはユニフォームがあります。なので、まあ、これも学校によって違うんですけど、ほとんどの学校はユニフォーム、制服、があります。制服。まあ、可愛い制服もあるし、すごい、っていう感じのダサい制服もありますね。そうそう。セーラームーンとかが着てる、あの服は制服ですよね、学校の。そう。そう。で、私の学校はダサかったです。はい。で、すごい厳しくて、髪の色は黒くないといけないし、ピアス、あと化粧、メイクですね、メイクアップもダメ。スカートも短くするのはダメ。決まった長さ、じゃないとダメですね。まあ、時計とかもしちゃダメだし、なんかすごい厳しかったですね。はい。なので私は真面目な高校生だったです。でも、他の学校では、そんなに厳しくなくて、もうちょっとおしゃれができるような学校もあります。まあね、こんな感じです。高校、日本の高校。なんかもっと聞きたいことがあれば、いつでもまたメッセージください。なんか高校のこういうところは、なんか、どうですかとか、これは本当ですかとかね。はい。まあね、ごめんなさい。私の高校があんまり、普通じゃないので、あんまり面白い話ないんですけど。はい。高校の時、何が好きだったかな。私は何だろう。お笑い芸人かな。お笑い芸人好きだった。かな。お笑い芸人と、あと、K-POP アイドル。今は、TWICE とか BTS が人気でしたけど、私が高校生の時は、ガールズジェネレーション、少女時代、ソニュシレが有名でしたね。で、私、すごい好きでした。まあ、こんな感じです。はい。じゃあ次というか、まあ、またいつか大学とかのお話もしたいと思いますので、お楽しみに。では、今日はこんな感じで。今日話した話をまたウェブサイトにスクリプト載せますので、もしよかったらチェックしてみてください。あと、Twitter、Instagram、YouTube をフォローの方またお願いいたします。あと、パトレオンですね。スタート、メンバーシップスタートしましたので、こちらもお願いします。はい。でね、ちょっと YouTube 何撮ろうかなと思ってるんですけど、まあ最初は私のなんか自己紹介かなんかアップしますわ。恥ずかしいんですけど。で、あとプライベートレッスンですね。いつでもお待ちしております。あと、このポッドキャストのリクエストもお待ちしておりますので、よろしくお願いします。で、いくつかね、いろいろリクエストが今ありまして、ちょっと話すための準備とかちょっといろいろやったりしてるので、まあ、そのうちまたお話しします、リクエスト。はい。じゃあ今日はこの辺で、また次回。さよなら。